Audio Tetris 2! な女子中学生として平和はとても喜ばしいけど、何かこうとてもソリッドでギリギリのことが起こらないかな。例えば空から突然友達が降ってくるとかなんてあるわけないよね。突如空から降ってきた謎の少年くん、ピッピーと黄色い丸。ああなんとか大丈夫だ、ありがとう。おう、報告する。俺 T、 そして O は時空の番人 X に連れてこられ、髪の毛がぐるぐるした少女の前にどうやら不時着したようだ。黄色い丸に報告している。割と余裕ありげにしても、君どこかで会ったことない？うん、そうだな、実は俺も。 T、 O、 無事に到着していたんだね。謎衣装のお兄さん、何か思い出しかけたけど、この誰かのインパクトが強くて吹っ飛んだけど、この謎衣装の人もそれはそれで思い出せることがあるような。いや、それよりもまず目の前のユニークな服の少年と、黙々から生えた黄色い丸に突っ込むべきか。つまり私は現状をどう整理して理解するべきなのか。ごめんね、説明している時間はないんだ。リンゴ、T、突然だが君たちにはここで勝負をしてもらう。なるほど、何が何だかわからない時は、何はともあれ勝負をすれば大抵のことはうまくいく。あの勝負を求められているとこういうわけですね。そういうわけだ。そうだな。
困った時はあの勝負に限るな。ピッピピー、大変話が早くていらっしゃる。君が大体言ってくれたからな。行くぞ。ぷよ。テトで勝負だ。ぷよぷよじゃないの？テトリスじゃないのか？そして始まっちゃうの？完璧です。勝負できちゃいました。そして勝ちました。なんだ今の。同じ色を4つ以上揃えて消すタイプって顔をしたぷよっと丸っこいものは、ぷよへの完璧な説明だね。そちらこそ、四角いものを一列並べて消すのが大得意のご様子。ああ、落ちてくるいろいろな形のあれはテトリミノだ。髪の毛がぐるぐるしたそこの君、改めて自己紹介するよ。俺は T、 スペースシップテト号の艦長、そしてテトリス王者だ。あ、私は安藤リンゴ。至って普通の中学生で、よくぷよぷよで勝負してるよ。やっぱり会ったことある気が。ピッピピー。
よかった。なんとなく絆を確認できたみたいだね。あ、謎衣装のお兄さん。うん、今はお互いそれだけでいい。はあ、早速なんだけど協力してほしい。以前一度きちんと別れたぷよぷよの世界とテトリスの世界がまたおかしな様子で混ざろうとしているらしいんだ。ちょ待って、一度きちんと別れたということは混ざったことがあるってこと？今重要なのはそこじゃない。前回は世界が混ざってしまったんだけど、今回は誰かの意志を感じる。もともと分かれていた2つの世界が混ざるとおそらく混乱が起こる。誰かがその混乱をわざと起こそうとしているみたいだ。ああ、母って。いや、そう言われても世界観が壮大すぎてついていけてる自信ないけど、まあ続けてください。リンゴ、ティ、この異変の原因、その正体を君たちで協力して探し出してほしい。僕は帰るから。なんてやねん。あまりの振りに突っ込んでしまった。謎衣装さん、あなたは協力してくれないんですか？ごめんよリンゴ、僕は僕でやらなければいけない大切な仕事があるんだ。そろそろ持ち場に戻らなきゃ。また会うこともあると思うけど、ここは一旦。 X、 それじゃあ任せたよ。犯人を探し出してくれ。ピピじゃ、まあやりますか。割と軽いな。突然のアクシデントにはかなり耐性がある方だと自負しています。それに、なんだかワクワクの予感がするんです。ときめき、ときめき。 TOKIMEKI、 無茶ぶりにだってときめいちゃうよ。なんだろう、右も左もわからない場所で難題を押し付けられて、それでも割と落ち着いている俺がいる。ピッ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 。いざ参ります。さて、やんわりと世界の命運を背負わされ、どこにいるかも誰だかもわからない人を探し出せと言われた。そんな状況でまずすることといったら何でしょう？改めて聞くとすごいことさせられてるな俺たち。冷静になったら負けだと思う。まずは協力してくれる人を探して。なるほど、それで行きましょう。ピッピピッ。 T にはこう頼りになる仲間とかいないの？ああ、いるよ。
先ほどから王を通して仲間に呼びかけているんだけど、どうやら通信には少し時間がかかりそうだな。ピピー、その王という黄色い丸くんは通信もこなせるんだね。ああ、心強い相棒だ。ピピー、後々詳しく紹介するよ。じゃあまずは私側の友達を探して、このよくわからないミッションに引きずり込みましょう。いい方、仲間になってもらいましょう。あれ、リンゴちゃん、こんなところでユニークな服の少年と黄色い丸くんと一緒に何をしているの？おお、ちょうどいいところに。同級生で幼なじみであるところの佐々木マグロくん。どうも、マグロだよ。リンゴ、彼は知り合いのようだな。協力は仰ごう。しかし、事の経緯が複雑で、何と説明していいか。マグロくん、突然ですが、以心伝心、ぷよ勝負しましょう。ぷよ勝負をすれば大抵のことは伝わるはずです。そうなのか？オッケー、行こうか。さすがのスピード感。ではレッツぷよ勝負。
なるほど。突如現れた謎の紳士に世界のピンチを告げられ、 T という少年と O という丸い生き物と一緒に世界に怪しいことをしている犯人をノーヒントで見つけ出さなきゃならないと、こういうわけだね。そういうわけです、うん、ピピピピ。あれ、どうしたの？いや、単純に意思疎通がすごすぎるのと、現状のまとめをもう一回聞いたら頭が。だから冷静になったらダメだって。そういうことならお手伝いするよ。ちゃちゃーん、リンゴとティーはマグロを手に入れた。うん、それではこの調子で仲間をどんどん探しましょう。おお、待ってくれ。次はどこへ行くんだ？Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo. N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.